松山ケツは、神奈川県横浜市金沢区出身の元プロ野球選手、宇藤右内。ち。横浜正大校、時代2年時の2006年夏の神奈川県予選でベスト4になるが、2007年2月に右肩を痛めたため、最後の夏の大会では、県5回戦敗退と全国的には無名の存在であった。二千七年十月三日の高校生ドラフトで、 北海道日本ハムファイターズから5巡目で指名を受けた。2009年11月25日、加藤武春、松井江拓広関口雄大との交換トレードで稲田直と坂本八太郎と共に横浜ベイスターズへ移籍した。2010年8月14日、プロ初登板を果たす。2011年は一軍での登板はなく、 二軍でも二十一試合に登板するも、防御率5.96に終わった。同年十月9日、戦力外通告を受けた。十二月二日、自由契約公示された。二千十二年一月十七日、ベースボールチャレンジリーグの石川ミリオンスターズへ入団した。二千十二年オフは、b c リーグからの派遣で、コロンビアウィンターリーグに参加。二千十三年十一月二日、 球団から対談が発表された。2021年6月8日、BC リーグのオセアン、シガブラックスのコーチに就任したが、監督の柳川洋平が、退場方針を離解して、同日から休養したのに伴い、入団即監督代行として、指揮を取ることになった。なお、柳川は回復した11日より、チームに復帰している。投球のほとんどが、 最速時速1 4 8キロメートルのストレートであるがスライダーを軸にカーブチェンジアップといった変化球も投げる。目標とする投手は同僚だったダルビッシュ優と松坂大輔。ありがとうございます。